はい、皆さん、こんにちは。アルジェント研究会の矢沢です。えー、今回はですね、えーまあ、ダリュアルジェントというよりもですね、ホラー秘宝祭りですよね。うん、ホラー秘宝祭り2024というのがもう、すでにあの日本各地では行われているところなんですけれども、えーと、広島ですね、広島の方ではですね、11月の8日から11月の14日までということでですね、連日あの作品を書いて上映ということになるんですけども、 なぜ私がここでお話をしているかというとですね、えー、11月9日のですね、土曜日ですね、まあ、こちらがデリリウムというね、あの、まあ、イタリアのホラー、まあ、ジャンロですかね、いうことになりますけど、まあ、そちらがですね、上映された後にですね、アフタートークという形で、あの、登壇をさせていただいてですね、まあ、短い解説をさせていただきたいと思っていますので、まあ、それの告知ということでね、お話をさせていただきたいと思います。えー、ということで、あの、まあ、ホラー表祭り2024ということでですね、まあ、ホラー表祭り、あの、 毎年ですね、まあいろいろな、えー、趣向を凝らしたね、ラインナップで面白いところなんですけど、今年はなんかこうね、やっぱりこう、悪趣味というかね、そういう作品が多いということではあるんですよね、えー。どんな作品が上映されるかというとですね、一応ちょっとね、あの、簡単に、あの、上映の日程をお話ししておきたいと思いますが、あの、えっ、ー、と、広島だとサロンシネマ、広島市の、えー、中心街にありますですね、あの映画館のサロンシネマという映画館があるんですけれども、そちらでですね、連日の19時からという上映で、夜のね、 上演になります、まあ、最終回は割引対象ということですので、えーまあ、割引料金でね、お入りい,いただけるという形になるんですが、えっ、ー、と、11月8日の金曜日ですね、まあ、これが初日になりますけど、ここがですね、悪魔の滴りですね、えー、いうことですね。で、11月9日がデリリウム、レナート・ポルセッリ監督作品の、まあ、イタリアのね、ジャーロ映画ということですけど、まあ、アルジェントとはね、ちょっと一風変わったね、あのとはだいぶ変わったね作品ですけれども、まあ、アルジェントがデビューしたね、1970年代前半の、 作品とということで、まあ、ちょっとこれねあの、簡単にお話しすると、なかなかあれなんで、まあとでね、ちょっとまとめて少しお話ししたいと思います。で、11月10日が、えー、日曜日ですね、メサイア・オブ・デッド。えー、で11日が、えー、11日の月曜日が KFC ですね、ケンタッキー・フライド・チキンと KFC。で、11月12日が、えー、火曜日が悪魔の滴りにもう1回、2回目の上映ですね。で、11月13日、水曜日が KFC、こちらも2回目の上映。 でですねで11月14日の木曜日が「メサイア・オブ・デッド」というような形の作品ですね。まあ、あのよく見るとですね、これ、あのやっぱりこう、なんですかね、あの誰でも入れるというわけじゃなくてね、あの制限でああるる指定がついてるんですよね。悪魔の滴りはあの R15 ということで、15歳の、ね、制限がついてますしですね、えー、とあとはあれかな、KFC は、ね、ちょっとえぐい描写があってですね、 R18 ということなんですよ、ね、であくまでしたたりは15ですよね。であとは KFC が18ということで、まああの、あとはデリリウムはですね、えー、PG12 ということですので、まあ、保護者がいれば入れるという形になりますのでね、まあ、そういったことからするとまあそんなにえぐくはないと思うんですけども、えーとね、どちらかというと R 指定がついている作品が多いということですね。まあ、もともと,、ねえー、と KFC なんかは、ね、若い。 あの中,中学生とかね、小学生見るとちょっと厳しいなって感じしますしね、まあ、デリリウムも厳しいといえば厳しい感じはするんですけど、そんなにね、そのエグい描写があるわけじゃなくて、殺人描写あるんですけどね、そんな形であのやります。で、特にね、11月9日土曜日、こちらは連日、えー、19時から開始でですね、まあそれは、えー、とデリリウム1時間40分ぐらいかな、まあ2時間ないんですけどもね、そのような形なので、8時半、8時40分、まあ9時前ぐらいですかね、8時。 40分とかね、そのぐらいから、よ40分か50分ぐらいからあの開始してという形のですねあのトークショーですね、アフタートークをさ,させていただきたいと思います。まあ、デリリウムというのは、あのレナート・ポルセリーという,こう謎の監督というかね、あんまりこうインタビューとかが残ってない監督ではあるんですけれども、まあ、吸血鬼と踊り子という作品でね、まあ、かなりこう、えー、話題を集めた形で,です、ね、そんな作品が多くない監督ではあるんですね。まあ、どちらかというと、ポルノ映画というかな、そういうところ。 も撮っていたりですねままああの、まあのホラーというのも撮ってはいるんですけどもなかなかねえっ、ー、と多作風ではなくてねまああと時間がかかるとか、ね、途中でこう未完成に生も終わってしまうとかですねまあ、そういった作品も多かったりしてですね、まあ、必ずしもなんていうの,あのこうきちっとこう娯楽映画の最下っていうわけではないんですけれどもちょっとやっぱりこう大敗的なね魅力のある、えー、と映画を撮っているということで特にこのデリリウムもですねあの 黒い手袋が出たりねあの、連続殺人ということだったりするということでですね。あとはまあ美女というかね、あのまあ、女性が次々と殺されていくというところもありますのでね、そういったところからすると、えー、とダリオ・アルジェントの、ねえー、と初期散布作、動物産物作にもな、まあ、並ぶような作品、並ぶというかね、あのそれの同系統の作品というふうに言っていいかなと思います。まあ、特にですからあの、喜びの牙ですよね、1969年制作で1970年公開のダリオ・アルジェントの喜びの牙の後の、ね、その流れを あの受け継いでね作られた作品ですのでやはりこう、えー、とジャーロの刻印ですかね要するにこう黒い手袋だったりこう連続殺人でね人が死んでいくとかあとはまあえっ、ー、とサイコっていうかな要するにこう心理学的な要素って言いますかねそういったあの要素も含まれているとかねそういったところがちょっと面白い作品ではありますよね、まあ、ただねあのダリュアルジェントのようなこうスタイリッシュでねなんかこう都会派という形ではなくてねあのやっぱりこうあくまでもね、えー、ちょっとジャーロの 他の作品とこう並ぶ、称せられるっていうかな、いわゆやっぱり、ダリア,アルジャンとやっぱり一歩抜きに出てるんですけれども、デリリウムというのは、やっぱりね、作品的に言うと、こうなんていうのかな、すごく別口というかな、そういう感じの作品ですので、まあ、これ、あの、えー、今回のホラーヒ宝祭り2024でも広島では1回しか上映されないのでですね、まあ、あ,のあとは、えっ、ー、と、 まあこちらあれですかね、あのまあ、ソフト化というのはちょっとま,まだね、あのアナウンス出てないんですけれども、現時点でのソフト化というのは、あの日本版だとですね、結構値段がついて、あのプレミアがついてたりしますのでね、あのなかなかこう劇場で見る機会って少ないと思いますのでね、まあ、広島は限定になってしまうかと思いますけど、ぜひね、お越しいただければと思います。まあ、そんな形で、11月9日のアフタートークではね、そのまあ、ジャーロのお話、ジャーロの源流のお話とですね、まあとレナート・ポルセリの秘められた話とかね、 そういったところですよね。特にそのデリリウムの味方って言いますかね。その、いわゆるジャールの中の源流という中で、まあ、ダリュー・アルジェントがね、こう連続殺人やった中でもですね、あの、やっぱりこう今までの,あのデリリウムというのは、こうあの、 まあ、純粋なね、ジャル作品としてですね、まあ、むしろこう、連続殺人だったり、こう、手袋でこう、人を殺していくというような、まあ、いわゆる見せ場ですよね。そんなところがどうどのように使われて、作られているかとか、まあ、そういったお話をね、少し、あの、させていただきたいと思ってますので、まあ、ちょっと詳しく話しちゃうとね、トークショーでお話しする方々がね、ちょっとやっぱりこう、不可的なお話をしなければいけないので、まあ、今日はこのぐらいにしておきたいと思うんですけれども、あの、ぜひですね、えー、お近くの方でですね、11月9日お越しいただける皆様はですね、ぜひ、あの、 えっと、広島のサロンシネマですよね。まあ、遠くからお越しいただいてもいいと思うんですけれども、えっ、ー、と、近郊の方はね、ぜひね、あの、えっ、ー、と、このデリリウムですね、あの、数少ない機会にですね、お越しいただければと思います。はい。えっ、ー、と、このサロンシネマではですね、あと、ジョハキューさんというね、ところが、あの、会社がね、このサロンシネマと発調座という映画をこう運営されてるんですけど、えー、この11月9日だとですね、この7時から私がね、このデリリウムの 挨拶をさせていただくんですけど、まあその裏番組でね、八丁座というところで、愛に乱暴という作品もご上映されて、あのやはりね、あの舞台挨拶というのがありますので、まあどっち、あのね、なんか、こちらあの、愛に乱暴の監督の方がね、登壇されるということですのでね、まあ、どちらを選ぶかということになるんだと思うんですけども、まあちょっとやっぱり、やっぱりファン層はだいぶ違いますよね。まあ、日本映画の愛、ね、に乱暴のお客様とですね、デリリウムを。 見られるお客様ってだいぶ違うと思いますので、あの、まあ、そこでなんていうのかな、どっちが多いとかっていうことではないと思うんですけどね。あの、おそらくね、アルジェント研究会のチャンネルをお聞きいただいている皆様はですね、アイ愛にボーは、まあ、愛にボーでいい映画だとは思うんですけども、あの、デリリウムの方がね、あの、好みという方が多いと思いますのでね、ぜひ、あの、なんかね、あの、全然ガラガラだと、ちょっと私も、あの、責任感じてしまいますので、ぜひね、お越しいただければと思います。はい。えー、ということでね、あの、 11月9日あの、広島でね、トークショーの方をやらせていただきますけど、11月8日からね、えー、と東京と、京都ですかね、京都ではあの動物三部作が初日を迎えますので、まあ、そんなとこでね、ちょっと仮あのそことはバッティングは当然するんですけど、広島での、えー、と動物三部作はですね、えーとまあ、今、近日公開予定という形になってますので、あのサロンシネマさんでね、 あのやっていただくような形にやあのい,いただけるというお話はね、あの告知も出てましたのであの、広島の地区の皆様はですね、えー、と動物散布作がね、まあ、この追ってですね、上映されると思いますので、えー、とそういう形になるかと思いますが、それの、まあ、前哨戦と言いますかねあの、広島ではこう、デリリウムね、イタリアンジャーロ、イタリアのジャーロ映画を見たデリリウムの後に動物散布作が来るとね、 このアルジェントの優秀性というかね、そんなこともわかるんではないいかに素晴らしいかというかね、あの、デリルも素晴らしい作品ですけどね、まあ、ちょっと切り口が違うというかな、そんな形になりますので、ぜひね、あの、お会いしたいと思います。また、あの、11月9日は、あの、お越しいただいた皆様でね、YouTube 用に、えっ、ー、と、記念撮影とかもね、もしや,やれるようだったら、やりたいと思ってますので、あの、ご期待いただければと思います。はい、えー。ということでね、今回ちょっと短いと言いますか、こう、完全な告知ですので、あの、 このぐらいにさせていただきたいと思いますけど、良い機のハエとね、私は目撃者と、なんか酒、酒場だとね、喜びの牙の動物さ部作もねあの、合わせてもうそろそろ近日公開って言いますかのあの、ロードショーもね、近くなってきましたのでね、まあ、それについてはまたね、追っていろいろとお話もさせていただきたいと思います。いろいろとイベントとかもねあの、あるような形でお聞きしてますのでね、あのその辺の話もね、あの 公開って言いますかね、あの情報が、ね、明らかか、になったと言いますか情報解禁になりましたら、いろいろとお話の方をさせていただきたいと思います、はいえー。ということでね、今回は以上という形にさせていただきたいと思います。えー、ぜひね、えー、広島近郊の皆様はですね、11月9日のデリリウムをお越しいただければと思います。はいえー、とそういうことでね、引き続きよろしくお願いいたします。今回は以上ということになります。